聖書になるな。文化法じゃねえんだよ。あ、すいません。聖書になるな。なんか、なんかゴミ箱じゃねえんだよとか言ってたけど、普通にゴミ箱でしょ。あ、一本買ってけってこと。ちょっと自販機のセンスが良くなかったから買えなかった。キュレーションのセンスがちょっとダメだったからちょっと見送ったんですけど、今買おうとしたんだけど、あまりにも自販機がクソだったからちょっと買えなかった。ごめんね。普通にでも私自販機で結構買ってるから、ね。だって自販機でコンビニもそうだけど、そんなの全部ゴミ箱設置するのは当たり前でしょ。トイレはまたあれだけど、あ、でもなんかゴミ箱設置する義務ないらしい、厳密に言ったら。箱じゃねえんだよとか言ってたけど、あ、すいませんとか言ってたけど、取ってけよみたいなこと言ってたけど、あ、すいません、ちょっとそれは無理です、ね、ちょっと聞く耳持てない、さすがに。だって言ったら、あの缶の箱、ゴミ箱開けて、その自分が捨てた缶を気をつけて、ちょっと頭おかしいんじゃない。ちょっと見た感じ、やっぱ分かんないからね、本当に。そこが結構ポイントで、下手に絡むと、もう、誰がヤクザで、誰が一般人かとか分かんないから、
特にああいう上の世代なんか本当に分かんないから、そう下手に、いや本当にすごい怖いよ。だから舐めてかかったら、舐めて相手したら最悪殺されるから、まあ、ちょっとそういうのはやんないと思うんだよ、そっちの世界の人。だけど関わらない方がいい、本当わかんないから。見た目によらずって本当にそうで、全員そう。例えばだから、だから子供とか一見だから言ったら、そのだからあのアゲハチョウをいじめるとスズメバチが襲ってくるみたいな、そういう世界だ。だからもうそういうのは やんない方がいい、本当に怖いよ。だから今の人も、まあ、別に暇だからちょっと煽ってあげようかなと思ったけど、やんない方がいい。本当に危ない。逆なんだ。本質的に弱いふりしてる人ってそういう感じ。世界の人って結構いいんだよ。だってそんな、そう。だってそんな風になんか、オラオラする必要ないもん。普通に考えて。逆ないもん。弱いやつは誇示するように、だから猫が、こう、喧嘩するときに背中めっちゃこう、なんていうの、そう、クジャクとかもそう。ああいう感じなんだ。だから普通動物、人間もだから全攻撃的に言ったら全部そういうなんていうの、自然の動物だから全部同じなんだ。だからその猫とかクジャクとかがやってる、それをやってるやつほど、まあ言ったらそのだから動物的ではない。動物的って要はその頭使ってないってこと。逆にそれをやってる人は頭使ってそんなことをわざとやりたい。で逆にそっちの方が怖い。動物的なそういうのシグナルじゃないけど、そういうのを見せてるやつほどバカだから、その平気だ。逆に平気。言ったら動き、端的に言うと。怖いよ。ちょっと見た感じ、もうヨボヨボの。ヨボヨボのおじいちゃんだったけど、あんなオラついて言ってくるなんて、どう考えてもおかしいよ。しかもその、ゴミ箱じゃねえ、そこゴミじゃ、ゴミ箱に対してそこゴミ箱じゃねえって言ったらもう破綻してるから、その時点で。だからもうその後、いくら、なんか言っても、もう絶対通じないから。そういうのを、
ズメで破綻しちゃう人、もうその時点で破綻しちゃう人って結局あの暴力振るってきたりとかするから、だってリズメでいろいろリズメでできる人ってそんなことする必要ない。それできないからボール、電源がない使わせないようにガムテープで、貼ってあるかって、あれがパソコンとかでそのこと言えないと思う。長時間に座って今食べてた人みたいに普通にイートインで、使いたいのに使えないっていう、確かにそう。まあ自分があれだったらなんか席が少ないってだったら、まあてか、まあ、店もまあしょうがないって席広くないから店自体が。自分もちゃんと磨いてないと思ったし、まあちゃんと極力磨かない日を作らないように、結構なんかそういう時もあったから、まあ、だいぶ歯石溜まってるなと思って、したらいやなんか全然綺麗だからなんちゃらかんちゃらって言ったけど、一番最初に行った時も全く同じこと言ってて、いやこれ本当なんかそういうなんかお世辞とか別にいらないからガチで言ってほしい
そこは。そこ別に、お世辞で、なんか嘘、言ったら嘘だよ。嘘っていうか、そう。いや、本当に。同じこと言ってたから、逆になんか、全然信用しない。しかもなんか、結構史跡取るとなんか、結構取れた感じ。だいぶビフォーアフターで、史跡いっぱい取れたなーっていう感じなんだけど、そんな感じはないの。ちゃんと取れてんのかな。ちゃんと史跡取ってないんじゃないかって。しかも若干痛いし。若干っていうか、前回もそういうイメージあったけど、今回もやっぱ同じで、他の春日のとことか、赤坂のとことか、全然そんなことないのに、そこはなんか、はい、虫歯の処置をしてるような感じ、麻酔なしの。そんな感じだから、1ヶ月ぐらい経って、また違うところ、どこでもいいけど、まあ、その赤坂のところとかでなくして、もう一回取りに行って、まあ、そのやってもらう前にどうですかって聞いて、で、奇跡がすごいついて、ぜひに、そう、嘘なく、ちょっと、聞きたいんですけど、つって、で、いや、奇跡びっしりですよ、つったら、それは、そこの、家の近くの歯医者、やぶ医者ってことですよ。景品館をちょっと見てこようと思います。景品、今、あれ、
歌舞伎銭にあるから。下品。下品感いくよ。下品。やってない。だけどやってない。Thank you.
Mm-hmm.